炎章、炎章、炎陽、栄光二年、百五十四年以前検案七年五月二十一日、二百二年六月二十八日は、中国五圏末期の武将、政治家。字は本書。予習助南軍南寺被検、現在の河南省州口実章水県の人。南進と協力して激しく、寒岸と対立。 関岸勢力を壊滅させることに成功したが、東卓との抗争に敗れ、一時は首都の落葉より走り必測を余儀なくされた。あと、関東において諸侯同盟を主催して東卓としのぎを削った。同盟解散後も、軍友のリーダー格として、威勢を振るい、最盛期に若北四州を支配するまでに勢力を拡大したが、関渡しの戦いにおいて、早々に敗れて、 以降は勢いを失い、志半ばで病死した。三国史義士及び五漢書に捨てがある。五漢時代に四代にわたって三考を輩出した、名門城南炎氏の出身で、縁愛、縁宴会の次の世代の人物にあたる。炎章の前半生は、はっきりしないが、一説、三国史義士、炎章伝が引く、英雄記によれば、生まれて間もなく父の縁生と死別し、 叔父の縁愛と縁会に育てられたという。幼少にして牢に取り立てられ、二十歳で、牧羊の権令に任命されると清憐との評判を得た。母が亡くなると三年のもに服し、もが明けるとさらに父のもにも服し、功を尽くした。六年間の服装の後、落葉に隠れ住んだ。むやみに人と会わず、名声の高い人物とのみ交際したという。 袁章は、威厳がある風貌をしており、また快活な性格で、名門出身にもかかわらず謙虚でもあったため、曹操ら大勢の人々から慕われたという。一説、三国志記士、袁章伝が引く、英雄記には遊興を好み、長幕、毛託、何、白球、巨遊、古縁、ご誠、特有、暮れ居、古興らの名詞と、本宗の友としての交わりを結ん。 朝廷からの昇兵には応じなかった。同世代の演師有力者として演術がいた。相続の長は演唱と演術のいずれかと目されており、都にいた地方の豪族指定はこぞって両家に赴いたが、何や、元優らは演術のもとには赴かなかったとい。このため、演師の静着であると自負していた演術に憎まれ、後に対立する一員となった。当時、 朝廷の政治を労談していた関岸の長ただしらは、炎章の行動を不審に思い危険死していた。そのことを聞いた叔父の宴会は、一族を滅ぼすつもりかと炎章を叱ったという、三国主義士、炎章が引く、英雄記。そのため、何進むの女王、俗館に召されると、ようやく関東に着くことにした。間もなく侍御史、古本中老将と累進し、八十八年には、 中軍行為、西園八行為の一つも兼ねた。189年5月、にわかに霊帝が崩御すると、この劉弁、後の商帝を支持する南皇后と、劉協、陳劉王、後の憲帝を支持する東大后との間で後継争いが起こった。劉協派の官岸の足貝広氏は、何進むを暗殺しようと図ったが失敗し、劉弁が即位した。 流教派を粛清し外籍として権力を握った南進は、さらに十条寺ら関官勢力の一層を演術と、図る。しかし、皇太后、何皇後,后は、関官から賄賂を受けていたので、許可しなかった。また、関官側もしきりに南進に留意を促したため、計画は進展しなかった。そこで演唱は、東田倉諸侯の軍勢を落葉に召集し、 皇太后に決断を迫るよう検索した。その策は何進むに採用されたが、後に東卓と諸公の権力闘争の原因となった。何進むは炎将を司令行為に任じて、平権を与え洛陽の武官の取りまとめを任せ、また古本中郎将の演術に命じて官から武力を取り上げようとした。しかし、時期を逸した上に秘密が漏れ、逆に何進むは官に暗殺された。 ここに至って炎章は宮中に兵を進め、観岸を老若の区別なく皆殺しにした。その後、東卓が混乱に乗じて落葉に入り、武力を背景に朝廷の実権を握ると炎章と東卓の間に核質が生じる。東卓が朝廷の配律を諸侯に定義すると炎章はこれに反対して席を立ち、そのまま奇襲に逃亡した。 はじめ、東卓は賞金をかけて、袁紹の行方を追っていたが、炎氏の勢力が結集することを恐れると、罪を許して、没海軍の大使に任命し、合行に封じた。初平元年、190年正月、東軍大使、橋舞の呼びかけにより、各地の死士,士や大守が打倒、東卓の兵を挙げた。決起の激文は、奇襲にも届き、袁紹もこれに応じた。 同盟軍、半島卓連合軍の名手に推薦されると、斜希将軍を自称し、河内軍に駐屯した。しかし、延将は、東卓軍の強さを恐れ、果敢に、落葉を攻めようとはしなかった。そのため、決戦を主張する曹操らから批判された。延将らの挙兵を受け、東卓は2月に、長安への戦闘を行い、落葉に火を放った。宴会、 縁始めら縁子一門はことごとく処刑された。これに対し縁将は、東宅が和睦のために送った死者を捕らえ、衆勤後の子母派藩を殺している。191年正月、縁将は、安否が不明な検定に変え、優秀にいる、大芝、竜具の擁立を諸行に図った。しかし、縁術や曹操などから忠義に背く行為であると、反対され、 さらに、竜宮本人からも拒絶されたため断念した。4月、ヒヒトの戦いの後、敗れた東卓は、洛陽を捨てて、長安に撤退したが、かつての洛陽は、焦土と化し、また、諸侯の間で、内紛も起こり、最終的に連合軍は瓦解した。拒兵の大義を失った諸侯は、それぞれの根拠地へ戻り、自衛や勢力拡張のため、相争うようになる。こうして五冠は、 各地に軍友が拡挙する内乱の時代に入った。東卓政党軍が解散した後、袁章は同じ袁家の出身で、勢力を誇る袁術と対立を深める。袁章は、官服と共に、竜宮に皇帝就任を要請したが、竜宮には誇示された。竜宮は帰って、自身の中世の証を立てるために、長安に使者を送り、検定の方でも、 劉具を頼りにしようと思うようになり、劉和を使者として送り、劉具に援軍を要請した。この動きを利用した袁術は、劉和を軟禁して、手紙を書かせ、劉具の軍勢の奪取を図った。優州において、異民族政策をめぐり、劉具と対立してきた、孔孫さんは、紀州や青州の抗金討伐などで功績を上げ、一方のオスとして、存在感を強めていた。 高孫んは、竜宮の軍に、自身の重廷の高孫古氏の軍を同行させ、演術と友好関係を結ぶようになった。また、半島卓の義兵に加わると称して、官服を攻撃するなど、軍事的な野心を露骨に見せるようになった。このような状況した、演唱は、徴用らの軍勢を傘下に収め、さらに、官服を見限った、菊吉の軍を味方につけ、 軍事的に強制となっていた。初平成2年、191年、高さんに怯える官服に、高津吉や角面の使者を送り、奇襲牧の地位を譲り受け死子となった。この時に、蘇獣、伝法を廃下とした。また、これより、以前、演術は孫権を、予習死子に任命していたが、演唱は、落葉に入った孫権の力を削ぐため、衆登る。 あるいは州を予州主に任命し、牽制させることにした。州昇ると孫賢が争う中で、孫賢の援軍として、援術に派遣された、高孫越が戦死するという事件が発生する。高孫三は炎章への敵意をむき出しにし、岩川まで出陣してきた。初平成三年、百九十二年、炎章は境橋まで進軍した、高孫三を迎え撃った。 高村三軍の夫人は中央に不評三万余が法人を敷き、その左右を騎兵一万余が固めるというものであった。炎章軍の夫人は先人の菊吉が盾を構えた兵士八百人と船長の郷土隊を率い、その後に炎章自身が率いる数万の不評が続いた。郷族の騎兵戦術を熟知した菊吉の奮闘により、炎章軍は 高尊三の武将の玄綱を捕虜にするなど勝利した、境橋の戦い。炎章は一時、敗走してきた、高尊三の騎兵によって窮地に追い込まれ、電報に闘争を進められたが、戦地に踏みとどまって、奮戦を続けたという。黒三族に背後を突かれるが、反撃しこれを破っている。長安において唐卓が暗殺され、その後の清掃に破れた旅婦が頼ってきた。 黒山族の討伐に旅婦を用いたが、旅婦が先行を鼻にかけるような態度をとったため、殺害を図ったが、長幕に制止された。これ以降、長幕との関係は、冷え込んでいった。また方針は炎症が凶慢となり、第二の到宅となりつつあると予測し、早々に、河南での自立を進めたという。その後、渤海軍をめぐる攻防で、 高孫三のこもる城を落とせず、退却したところを逆に追撃されて、大敗を喫する。高孫三は難心して、諸軍を攻めるも、炎章は、数万の軍を出動させる構えを見せ、奇襲、青襲を巻き込んで2年余りの長期戦と化す。結果的に炎章は治療を守り切った。192年、炎州において黒山族による騒乱が起きると、 曹操を東軍大衆に任命し支援した。青州には、ゾ広氏を派遣し殿会や交友と対抗させた。一方で、慶州の流氷に演術の背後をつかせ、流氷を攻撃した孫権が戦死するという戦果を挙げる。流太とは家族を預けるほどの友好関係であったが、青州公勤の再度の放棄により流太が戦死すると、曹操が、 方針羅の計らいで後継の演習牧に押されるのを容認した。193年、演術が正式な演習志子の金羅を要して攻め込んできた時も、曹操に命じて、協定の戦いにおいて演術を揚衆の樹種に退かせた。同年、高孫さんが竜具を殺害し、竜具の急進が右岸を巻き込んで、高孫さんに対して一斉に反乱を起こした。演唱は、 龍愚のこの龍はお支援しその内紛に介入し、宝高氏の戦いで、菊吉や龍愚の急進が、高孫三を破ると、高孫三は十年は、こもることのできると言われた、南高不落の駅形状に籠城した。炎章は、菊吉にそう向かれるなどの損害もあったが、高孫三の消極的な姿勢にも助けられ、駅形の包囲と攻撃に成功した。さらに、高孫三が、 城外の高村続く、黒山族長縁と連携しようとした作戦も察知し、これを破った。懸安四年、百九十九年には、地下道を掘り進めて、駅計を陥落させて、高村山を滅亡に追い込んだ。この間、曹操が、徐州の統計を攻撃すると、主霊を援軍に派遣し支援した。また、長幕、神宮が呂布を呼び入れて、演州において、 曹操に対して反乱を起こした時も曹操を支援した。聖州を任せていた蔵ウ氏を東軍大使に任命したが、ゾ公が恩義のある町長を支援しようとしたため敵対関係となり、やむなくこれを打ち果たした。聖州には長男のエンを送り込み、エンはこういう追い払い聖州の支配を固めた。また、平州方面には高幹を派遣した。徐州は、 当剣の没後、劉備が継承していたが、炎章は、劉備の支配を容認し、劉備も炎丹を高錬に推挙するなど、友好的な姿勢を示したが、袁術も助手を狙っており、劉備はやがて劉備にその地位を奪われた。検定が長安を脱出してくると、検定を擁立するか否かをめぐって、家臣団が対立した。結局、曹操が検定を元に置いて擁立すると、人事や、 会の任免に干渉し、懸案二年、百九十七年には曹操を押しのけて、大将軍に任じられた。袁紹が、高孫三を、滅亡寸前まで追い込んでいた頃、曹操は、長縫い、流氷、炎術、呂布といった敵を抱えて、東本清掃を余儀なくされていた。袁紹は、挑発的な手紙を送ったため、曹操の心中は穏やかではなかった。年、 曹操は両夫を下したが、その前後から炎章に敵対姿勢を示すようになり、翌年には長縫と長陽の勢力を吸収し、高孫三を滅ぼした炎章と並ぶ、中原の二大勢力になっていった。199年、袁術が定位を自称したものの霊落し、袁章に身を寄せることを申し出てくると、炎端に袁術を迎え取らせようとしたが、曹操の命令を受けた劉備に阻止された。 同年、劉備が女子にて曹操に反乱を起こし、炎紹に救援を求めてきた。配下の伝法は、この機会に曹操を滅ぼすべしと主張したが、炎紹は、子供、炎紹の病を理由に断った。曹操はこの時、青州に友軍を送って牽制しつつ、すでに黄河に布陣していたが、炎紹が未だ攻めてこないことを知ると、200年には、自ら軍勢を反転させて、 劉備を追い散らした。敗れた劉備は、炎丹のもとに身を寄せたので、炎章はこれをかくまった。炎章は南西の意志を固め、陳林に書かせた激文を、自らの支配する四州へ出し、後世に、勘和他史の戦いと呼ばれる、一大戦役に臨んだ。この際、素獣や伝法は時給戦を主張し、角図や新敗らは即戦を主張したが、炎章は、後者のことを受け入れた。 この即戦戦略の不利益を堅くなに主張する伝法を炎章はついには投獄してしまった。懸案5年200年2月炎章はついに軍を発し、カナンへ向けて進攻を開始した。所詮こそ白馬、野別で元領、文集らが討ち取られるなどで罠をくじかれたものの、兵力、物資で勝る炎章軍はじりじりと早々陣営を圧迫し、陽武氏から、 関渡市へと曹操軍を破って進軍した。関渡市の取を防衛戦にした曹操軍に対し、炎章は土山を築いたり地下道を掘り進めたりなどした。曹操軍も同じく土山を築くなどして、これに対抗した。秋に入ると、曹操領予習助南軍、炎章の出身地でもあるでは、黄金の残党であった流壁や京都が反乱を起こし、炎章は劉備を送って、 これを支援した。また、曹操軍内では、兵狼が枯渇し兵が疲弊、炎章に投降を考えて内通する者が続出した。曹操は一時的な退却を考え、純一区に相談していた。炎章は、元新、官巨子、両岳子,子を、張明の四将を、順位計に引きいさせ、輸送された食料を備蓄した、兵狼庫を守備させようとした。 この時に祖父は、純武刑に加えて、正気に別動隊を引きいさせて、守備を万にすることを炎章に進言したが、またしても受け入れられなかった。これより、以前、炎章は、祖父の軍権を削って、隠図と、純武刑に分け与えるなど、炎章軍の内部は、対立が、深刻化していた。10月、炎章陣営の元優は、こ着した戦線を、 打開するべく、軽装兵を用いて、巨頭を襲撃することを説いたが炎唱に受け入れられず、また家族が罪を犯して新敗に逮捕されたことで、嫌気が差し、曹操陣営に投降した。元優は、純兵が守るカラススの兵糧庫の所在を暴露した。曹操は、本人の兵力の過半を抑えて、出陣、敵の障害網を突破して、カラススを強襲した。素父は、 兵糧守備の懸念を再度直訴したが、炎章の不況を買って尻けられ、各図の目論む、にわか仕込みの囲いぎ球長の、計半数の兵で、手薄の敵本陣を攻め、残りの兵でカラススに援軍するが採用された。だが、せっかくの計略も狙いを絞ることができなかったために、味方のいずれもが敗退した。結果、カラススの兵糧庫は炎上陥落し、準武刑は、廃止した。 これが大きな打撃となり、さらに曹操の本陣を攻撃していた、降乱、長らの寝返りなどもあり、炎章は、奇襲に敗走した。201年4月、倉帝を守備していた炎章敗下の軍が、曹操軍に破られた、倉帝の戦い。敗戦後、奇襲の各地で反乱が勃発したが、炎章は軍勢を立て直すとすべて鎮圧した。また、曹操も、 炎章の存命中は、河北に侵攻しなかった。しかし、懸案7年、202年5月、炎章は発病し、苦悶のうちに血を吐いて死去した。三国史疑士、炎章伝普段民衆に人生を行ったため、この死を聞いた、河北の百姓たちは嘆き悲しんだと、検定春秋。炎章は、生前に、明確な後継者を選んでいなかった。 このことが彼の死後に災いして、遠氏勢力は、長男の遠丹派、角図、新氷羅と抜士の炎章派、新配、後期らに分裂する。遠丹、炎章は、相続をめぐり、骨肉の争いを繰り広げ、その感激を早々につけ込まれ、各個撃破される形で、遠氏は滅亡した。三国志の偏者である陳氏は、炎章の異様は堂々としており、 名声は天下にとどろき、河北に拡挙したと前置きしながらも、やはり同じく軍友であった劉氷とをまとめて、しかし、外面は、寛大に振る舞いながら内面は猜疑心が強く、計り事を好みながら決断力に欠けていた。また、優れた人物がいても用いることができず、中言を聞いても実行できなかった。長子を排して、諸子を後継ぎにしようと考え、 礼儀を捨て個人の女王をもんじた。だから、その死後、子孫が困窮し、領地を失ったのは当然であったと評している。曹操や孫権の後継争いの際にも、炎章と流氷は、悪しき前例として言及されている。炎章は、三国演儀はじめ、多くの三国志創作では、名門の出自によって出世した優柔不断な、暗君として描かれているが、 死書には以下のような人物像が記録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。